はい、こんにちは、森岸です。先週のレース開講、フェブラリーステークス、小倉大賞典、京都牝馬ステークス、ダイヤモンドステークス、先週の4重賞についてですね、レースを見た私の、見解を述べていきたいと思います。はい、まずこれが、京都牝馬ステークスですね。クイーンズリング、対抗という印を打ちました。やはりですね、フィリーズレビューですね。勝った内容からしてもですね、この距離での強さっていうのはですね、際立っていたなと、いう気はします。まあ、マジックタイムとの着差は首なんですけども、まあ、完勝と言っていい内容だったかなというふうに思います。まあ、やはり適性はですね、1008とか2000よりも、1004、1006の方なのかなという気はしますね。で、先行力、ありますので、まあ、ビクトリアマイル、おそらく行くのかなというふうには思うんですけども、まあ、メンバー次第ではですね、まあ、上位は狙えるというふうに思います。で、マジックタイム2着。これはちょっとですね、印回らなかったのは、まあ、反省材料ですね。まあ、マジックタイム、ずっと最近ですね、1002とか、1004短い距離を使ってですね、立て直されてきたという感じですね。まあ、展開的なものがですね、若干向いたかなという気もするんですけども、このまま短いところだったらですね、重賞制覇のチャンスっていうのもまああるかなと思います。で、3着クイーンプリメーラ。まあ、京都コース得意だったんですけども、ちょっと馬場悪かったということとですね、やはり1004の忙しいレースというよりは、1006、1008でじわーっと先行する形がですね、やはりこの馬の構想パターンなのかなというふうに思います。京都適性だけでまあ、来てるなという感じですね。それから4着のスナッチマインド。ちょっとこれがですね、一番もったいない競馬をしているなと。明らかにですね、ちょっと抜け出すのが早すぎたと。で、まあ、空を使う馬ということもありましてですね、まあ、ちょっと菱田騎手、焦っちゃったかなっていう感じですよね。ただまあ、いきなり重賞挑戦でこの内容っていうのを考えるとですね、1400であれば、今後重賞制覇のチャンス、この馬もどこかであるかなというふうに思います。あとは5着、売りですね。単純にこれは年齢的なものと斤量かなという気がしますね。まあ、高松宮記念行くんでしょうけども、ちょっとこの内容だとですね、まあ、いくら57で、馬場も悪かったとはいえですね、ちょっと、3着以内 G1 でっていうのは厳しいかなというふうに思います。あと、本命を打った浮世の風ですね。ちょっと北海道シリーズの内容なんかからもですね、重たい馬場は、問題ないだろうというふうにも考えて一応本命ということにはしたんですけども、今回はもう全く、ダメでしたね。あとかなり、めちゃめちゃ外を回ってましたね。まあ、あと体重も12キロ、まあ、増えていたと。まあ、この馬の場合は完全にですね、なんか1200で、やっぱり馬場ももうちょっといい方が、結果が出るのかなという気はします。ただこの馬に関しては、ちょっとノーマークっていうのは次も危険ですね。高松宮記念出走するようであれば、浮世の風には印は回したいなと考えています。で、次はダイヤモンドステークスです。このレースはですね、まあ、ほぼ完璧と言っていい的中ですね。まあ、トゥインクル、自信の20までだったわけですけども、まあ、前走、万葉ステークス、準オープンのみでトップハンデということは、まあ、動画で解説したんですけども、やはり長距離適性っていうのは抜けていたなという気がします。天皇賞もですね、十分に楽しめるんじゃないかなという内容ですね。あれだけ早く動いて押し切ったということはかなり評価していいと思います。で、まあ、2着フェームゲーム、まあ、58.5キロとやはりですね、遠征疲れ、これがあったかなという気がしますね。ただ力は示していますので、この後順調であれば天皇賞でもまあいいところはあると思いますね。あと3着ファタモルガーナ、この馬も動画でですね、私は衰えはないというふうに判断したんですが、まあ、馬場が悪すぎた分ですね、あと、いつもよりも位置取りが後ろだった分、まあ、離されてはしまったんですけども、一瞬、おっという足使ってましたし、この馬はまだ衰えはないですね。ただ、やはりですね、足元弱い馬なので、一戦一戦が勝負かなという気がします。で、まあ、4着タンタアレグリア、東京コース得意ということで、まあ、今回ですね、まあ、私的に初めてじゃないですかね、対抗とかそういう重い印を打つのは。なんですけども、まあ、適正だけで来たかなという感じですね。で、やはりステイヤーと、このまま言われてますけども、
うん、ステイヤーではないですね。2400、2500の、まあ、クラシックディスタンスの、まあ、うん、ちょうどクラシックの距離ですね。うん、この辺がやはり、この馬の一番力を発揮できる舞台かなというふうに思います。はい、続いて小倉大賞典。本命はですね、デウスウルト。かなり自信があったんですけども、もう向こう正面から手が動いていたようにですね、うん、ちょっと出来が本物じゃなかったなと。言うのに尽きるかなっていう感じがしますね。うん、あの内容だと、衰えがどうこうというよりは、まあ、出来が悪かったと、いうふうに考えるのが妥当かなと思います。で、まあ、勝ったアルバートドック、動画でもですね、松田博義調教師、もう定年間近で、もしかすると最後の重賞挑戦かもしれないと、まあ、いう言い方をしたんですけども、まあ、川田騎手のですね、好騎乗もあって、鮮やかな勝ち方だったなというふうに思います。やはりこの馬1006、1008でできればさらに平坦コースっていう条件がつくとですね、この馬まあ重賞もうちょっと勝てる馬かなというふうに思います。で2着ダコール、58キロ、背負ってですねよく頑張ってるなっていう印象ありますね。やはり、まあ、去年本格化したような感じがありましたので今年いっぱいですね、まだローカル重賞を使っていくのであれば面白いかなとは思います。で、3着ネオリアリズム。この馬ですね。やはり、2000だと長いと。1008だと、まあ、ドンピシャという感じの馬ですね。自分から動いていってこの内容なので、1006、1008の重賞であれば、この馬もどこかでチャンスがあるかもしれませんね。あと、コスモソンパーク、対抗を打ったんですけども、この馬はちょっとやはりですね、馬場が渋った方がいい。というのが、まあ、このレースでも、まあ、明らかになったかなと。で、まあ、人気で、敗れたマイネルフロスト。まあ、先行馬ということもあってですね、小回り向きの印象あるんですけども、走り自体はですね、やはり飛びがあって、こう、あまり器用なタイプではないんですね。なので、小回りのローカルコースっていうのは、まあ、向かなかったなというふうに思います。そして、フェブラリーステークスですね。まあ、このレースも、まあ、的中と。ちょっと嬉しいですね。まあ、生まれワイドっていう感じで、まあ、配当そのものはですね、安いんですけども、まあ、今年初めての G は、まあ、ズバッと当てられたっていうことがですね、私的にはまあ良かったかと。で、モーニンですね。ちょっと専用の方がベストかなと思っていたので、この内容っていうのは非常に意外だったんですけども、強気強気の競馬で、最後、全然こうですね、止まらなかったと。タイムも1分34秒0。やはり、動画でも言ったように、成長力というのがあればというお話したんですけども、一戦一戦ですね、進化してるなという印象がありますね。で、まあ2着のんこの夢、ちょっと手応えが悪くてですね、エンジンのかかりがやはり遅かったなというのが、本音です。ただ、モーニングがこれだけ力をつけてしまうとですね、のんこの夢も、この競馬ではですね、モーニングに先着するっていうのがですね、今後あるのかというくらいの、内容の差があるなぁという感じがしました。で、アスカのロマン、通常よりですね、やはり戦力ということで若干いけなかったんですけども、それでも最後ぐい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 伸びてきてですね、3着まで来ましたと。この馬はですね、やはり一戦一戦確実に力をつけてるなと。この馬はですね、冬のチャンピオンズカップ、今年の冬のチャンピオンズカップですね。かなりいいところあるんじゃないのかなというふうに、個人的に思ってます。この馬はかなり強くなるなと、いうふうに思いますね。まあ、あとコパロリッキーですね、触れておきたいのは。コパロリッキー、やはりですね、今回控える競馬で、まあ、思ったほど負けてはいないんですけども、やはり、すんなりスムーズにという形でないとダメと。いうのがやはり露呈してしまったというのと、年齢的な衰えというのがですね、若干この馬は見え隠れしてるなと。そういう印象があります。今週はですね、先週のレース開講、重賞4つになってしまったので、ちょっと長めの解説になってしまったんですけども、参考になれば幸いです。また面白いなと思っていただけましたら、チャンネル登録等していただけますと励みになりますので、皆さんよろしくお願いいたします。では、フェブラリーステークスほか、先週のレース開講は以上となります。